オールリアゲハオールリアゲハは、蝶名アゲハ蝶科の蝶である。オーストラリアの北東部、ニューギニア、モルッカ諸島、ビスマルク諸島、ソロモン諸島の北西部に分布し、熱帯ウリニア、郊外の公園に生息。この蝶は、クイーンズランドの象徴のような蝶である。主に海長14センチメートルの大きな蝶だが、亜種により大きさの差がある。ピンクの小さい花の房を枝に、 まっすぐつける木の蜜を好む。羽の表は虹青色をしているが、裏は地味な黒と茶色の色合いをしている。これらの色は微視的な構造で構成されている。羽の裏の色が地味なため、この蝶が止まった時は周囲の色に溶け込むことができ、飛ぶと気表の羽は光を反射し、その光は数百メートル先にも届く。オスはメスと間違え、青いものに惹かれることが多い。 メスは、通常2メートル以下の低い木に散乱する。P.B.Q. ズイック、J.R. サンブルズ、C.R. ローレンス、R.J. ウィティンスカルプテッド、マルティレイヤー、オプティカルエフェクツインツースピーシーズオブパピリオバタフライ、アプライドオプティックス40、1116から1125閲覧。羽の表は、虹青色である。羽の裏は地味な色である。ありがとうございます。